発電機内蔵の LED 式、懐中電灯ハンドルを手回しして充電するため、電池切れの心配がない。100ドル PC ハンドルを手回しすることで充電して利用する。開発途上国の地方農村部では未だ電力インフラ整備が遅れていたり、停電などのトラブルが多いため、電源を必要としないことは普及の上で大きな弾みになると考えられている。 人力発電とは人間を動力源として電気を起こすこと。発電機を回転させ、携帯ラジオ、懐中電灯、携帯電話、パーソナルコンピュータの利用や充電といった電源として用いられる。人力発電では小型のものは発電機に手回しハンドルを接続した極めて簡単な機構のみで運用可能である。そのため災害時や紛争地帯、 無人地帯のように燃料や電池の補給が難しい局面で重宝されている。世界各地の情報格差解消が期待される100ドル p c では手回し式充電器で利用できるパーソナルコンピュータが開発中である。またある程度の電力を必要とするものでは足漕ぎ式のものも考えられるが、こちらはあまり多く出回っておらず、そのような用途にはもっぱら太陽光発電や、 風力発電、あるいは小型の水力発電機のような、他のエネルギーに電力を求める様式が一般的である。ただ、足コンギや自転車で発電というアイデアも必ずしも非効率というわけではない。東京工業大学では、大岡山へ来てると題したコンテストを実施、小電力家庭用電化製品程度なら難なく動かせる発電量を実現したチームも続出している。 製品レベルでは、日本の飛翔エンジニアリングや南アフリカのフリープレイパワーグループがペダル式の充電式電源を開発、販売している。人間が生きていけるところであれば、必然的にこれら電源が利用可能であるため、このような機器は古くから構想されていた。日本では自転車の全消灯のダイナモに使われるのが主であったが、 防災用品として販売されるようになっており、様々な人力発電機付き機器が発売されている。しかし手回し発電の機器では、発電量が限られる他電流が安定せず、スマートフォンのような多くの電力を消費するため、容量の大きいバッテリーを搭載した機器の充電は、緊急時の通話やメッセージの発信のための一時的な動作をまかなえる程度で、 非常時の代替電源としては乾電池を流用する充電器や太陽光発電機能を備えたモバイルバッテリーほど効率的ではない。人力発電は日本においては災害への備えなど緊急時の選択肢の一つであったり、あるいは LED 懐中電灯など消費電力が極めて小さいながら、 自然放電などで乾電池が気づかないうちに切れてしまいやすい機器への適用という傾向が見出され、携帯電話の充電も太陽光発電による充電装置や電池式充電器など他の充電に使える電源と同程度の意味合いしかない。しかしアフリカでは携帯電話の急速な普及に関連して携帯電話を充電するための重要な電源として利用されている様子も見られる。 アフリカ諸国では電力用や固定電話用の電線といった優先インフラの整備が遅れている反面、携帯電話は地方コミュニティにとって有力な通信手段となっており、電話の全契約者の9割を占める。これらの携帯電話は緊急の医療要請から都市部の農作物相場など地域コミュニティに現金収入をもたらす重要な情報を伝えるのに役立っており、 それら地域に住む人たちの生活に欠かせないものとなっている。しかし電源に関しても整備が遅れているため、電力がない地方コミュニティや移動中の利用者の間では、自動車用の鉛蓄電池バッテリーを使った充電屋などから電気をその都度購入している。これら充電屋の中には、前述のフリープレイパワーグループの製品である足踏み式充電器を使っているところも見られ、 携帯電話の普及の一助ともなっている模様である。ありがとうございます。